にゃにゃーん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュネコです。今回から、フリーゲーム RPG のレストラン経営ってどうなのってことで、こちらのフリーゲームの方をやっていこうかなと思います。では早速ね、やっていきましょう。ニューゲーム。さあ、どんなね物語が始まるんでしょうか。お、何、もうついに完成したわ。何が、私のレストラン、いい感じにできたわ。あー、レストラン経営するんだね。するんだね、とかです。早速、開店ってことで、おー、と行きたいところだけど、まだ、どんなメニューを出すか、決まってないよね。なのに、レストラン、先に開店させちゃったんですか。大丈夫大丈夫だよね。得意料理があるわけでもないし、まあ、大抵の料理は、ネットで検索したら、レシピなんてあるから、なんとかなるとして、看板メニュー的なものは欲しいわね。どんな料理が人気でるのかしら。ハンバーグハンバーグ、ハンバーグかな。なんか、なんやろ、国産のいいお肉使ってますよとかやって、いやー、それじゃダメかな。そうだ、人気のあるレストランへ行って調査してみようと。おー、いるんだね。なんかちょっと、技術を盗むの。早速出発。前は急げってね。さあ、いや、そんなことしないと思うよね。ちゃんと見て、あ、こんな料理があるんだなーって言って、それをね、頑張って作ってみようっていう。それはどうなんだと思うけどね。さあ、こっちメニューですね。じゃあ、セーブだけしておき、あ、オートセーブあるんですね。ありがたいですね。あ、まあ一応、なんかブーって言った。一応、今回のパート1になります。てか、そうだよね。最初に忘れてたんですけどね。クイド君によると、この町の東にある中華料理店は、かなり評判が高いわね。おー。東ね、東西、右ですね。言ってしまったら、右側なのかな。これかな、ここかな。こんにちは。間違えた。あ、違う。中華料理、ここ違います。なんか違うっぽい。やあ、あいさくん、調子はどうだい。待って、違うよ。中華料理店じゃなかった。誰かの家あったよ。おかげさまで、お店は完成しました。もうすぐオープンできます。あー、てかまだオープンしてなかったね。そうだね。そうだ。そうかね。それはよかった。返済は来月からだよ。忘れないようにね。わーっと。そうでしたね。オープンしなきゃ。お金、そうか、借金しちゃってるのか。でも中華料理、あれ？あ、東、あれ？あれ？東って右じゃない。と、あ、ま、あー、マキ出んのか。街出て、東でもないよ、東なんて。ないやん。待って、街の中かい。もうなんか目的見失ってまいりましたよ。ようこそって、あなたは、興味ね。この街にもたくさん旅人が来るといいわね。あ、ここか。これっぽいね。でもどっから入るん？あれ？これ、下。あれ？下側は？あれ？違う？入れない？あれ？でも、てか自分のお店は、ここやったよね。ここで、東行こうって言ってましたもんね。じゃあ、そうしたらですよ。東行こうやったこれ？ここ？ここかい？ここなの？ここ？困って周辺はモンスターがあまりなくて安全なのはいいんだけど、なかなか不便なのよな。おう、なんか王都へ行くには川を渡らないといけないし、私は全然不便を感じないわ。ネットさえ使えたらいいじゃん。いやいや、あのお店はどこ。中華料理は中華料理。あれ、自分の方向感覚の間違い。でもこの店やと思うんですけどね。こっちかな。あ、こっち、こっちってことかな。ああ、ここか。よかった。たどり着いたよ。無事取れたよ。ここがネットで見た中華店だわ。何気に
投げ来るのは初めてなのよね。いい匂いがする。期待できそう。さあ入っていきましょう。さあなんかね、中華料理って言ったらね、まあ自分春巻き好きなんですけどね。うん、春巻き好きだね。寝てるよ。食べてそのまま寝るなんて最高に幸せね。そうだね。で、なんか光ってる。ここ、席に着く。まだいいね。なに、まだいけない。お、ウェイトです。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。何いらっしゃいませーって。いらっしゃいませー。あ、じゃあもう席座るしかなさそうですね。じゃあ座りましょう。よいしょ。はい。座ったよ。お、いらっしゃいませー。ご注文はいかがいたしましょう。このお店の一番人気メニューは何かしら。じゃあ一番のね。当店で一番のメニューは、チンジャオロース。あ、そうか、チンジャオロースもあったね。何いかがなされます？私、ピーマンがダメなのね。だって、苦いんだもん。それはね。まあ、自分の場合は、まあ、トマトなんですけど。まあ、わかるよ。わかるけど、ね。他のメニューにされますか？でも人気メニューじゃなきゃ意味ないしな。はてな。おっと、やばいぞ。ちょっと、バレたらダメじゃない。大丈夫？ピーマン抜きでお願い。あれ、嘘。申し訳ございませんが、当店ではそのようなご注文は疑っておりません。買いました。サービス悪いんじゃないの？どうしよっかな。わかった。じゃあ、ピーマンなしのチンジャオロースを自分で作るから、作り方教えてちょうだい。それはできません。ですよね。だってなんか企業秘密みたいなもんだよね。何をさっきからできない、できないって。注文されないんですか？注文はピーマン抜きチンジャオロースか。その作り方。よし、こうなったら近づく。私がだったら、レクをいただくわ。そういえばお金も、あ、ダメじゃん。お金。何言ってんだこの人。戦うの嘘。RPG が始まったよ。上田が死んじゃん。男だったら、気力じゃないな。金太郎さんのレシピを渡しなさい。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、とりあえず他のお客さんは迷惑なので、おとなしくしてもらえますか？上等よ、おとなしさせ物にさせみなさい。こうやって、幼児と喧嘩の腕には自信があるんだから、なんで喧嘩の腕には自信があるの？なんか、変なスイッチ入っちゃってな、この人。戦闘中途である、ボンボンボン。戦闘は攻撃して、相手の HP を全速度で勝利になって、簡単に勝利となります。反対に、アリさんの HP が0になるとゲームオーバーです。最初は何も勝利しない、普通常攻撃を選びましょう。戦う、攻撃です。戦う、攻撃。植えたー。マリスの攻撃。こちらは正当防衛ですからね。やる気になった？宣戦布告よ。それは手を出す前にするものです。戦闘中である、戦闘には通常攻撃と特殊技があります。特殊技のスパイス攻撃はアイテムのスパイス類を消費しますが、攻撃に特殊効果が加わります。まれにクリカルも発動し、さらに TP を大きく上昇させるため、通常攻撃よりも有利に戦闘を進むことができます。戦う、特殊技からスパイプ、寛大、スパイス攻撃類を選んでみましょう。戦う、特殊技、スパイス、地獄、植えた。何やねん、地獄なに、50中、バランス崩した。バランス崩してる、対戦だけなら、一旦勝利かな。特殊技はアイテムを消費するため残業に注意が必要です。選択技、アイテムで残りをチェックしながら戦いましょう。今回はチュートリアルのため TP を満タンにしました。TP が溜まったら特殊技の王子が使用可能です。特殊技から王直王子100円たたきを選んでみましょう。なんか、またたたき当てか分かんないけどね。特殊技、中直王子100円たたき、百裂光って書いてたね。ここから使えるまで私のターン。そんなわけあんじゃの。ああめっちゃ怖い。ナイスジョン、66、61、60、59、66、ウェーターを倒した。アイさん、勝利。勝ちましたね。いろいろアイテム手に入れてますね。勝ったよ。こいつは、いろんなゲームやばい。店長に報告しよう。あーと、やばいぞ。デッキになるんじゃないか。ちょっと、お調子に乗りすぎちゃったかしら。
大事になりそうな予感。でもこの流れでレシピが手に入ればもうけもんね。先生ここも知ったところだし、このままテンションとこまで行ってお願いしてみよう。できるお願いはい、ってことで、一応ね、時間がちょうどいい感じになったので、今回のパート1はここまでにさせていただこうかなと思います。まだまだね、続いていくかなと思いますので、よろしくお願いします。ってことで、もしこのが少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。